はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、どれぐらい需要があるかちょっとわからないんですが、この、僕がね作ったダブルネックギターね、これについてね、利点は何かとかね、どういうこと活用方法があるのかとかね、作り方どうなってるのかとかね、そういうことについてやりたいなと思います。このダブルネックね、どういう風な使い方があるかっていう風なものなんですが、まあもともとね、皆さんわかると思うんですけれども、違うチューニングの2本のギターを1本にまとめてるっていうのを使い方ですよ。だから、チューニングが違うギターを持ち替える必要なく、一つのアンプで鳴らせる。まあそういうとこから僕はスタートしてるんですけれども、作ってみて思ったのはですね、こういうイメージないですか。こういう風なね、ちょっと飛び道具的なダブルネックギターとか多弦ギター、すごい分厚いネックのね、弦がいっぱい張ってるねギターとかね、パッと見た時にね、すごいテクニカルなことしてくれるんじゃないかとかね、期待 しませんか、思わず。でもね、どんだけ弦が増えようが、なんかいっぱいつこうがね、プレイするのはこの手なんですよね。変わらないんですよね。だからね、実はね、そんなにね、このダブルネックとか、多弦ギターで、テクニカルなことを求めるんじゃなくて、サウンド面ね。サウンド面が大きいんですよね。これ作ってみて思ったのはですね、例えばですよ、同じチューニングのやつ2本並べて演奏したとして、同じチューニング2本だったら1本でいいじゃんって思うでしょ。全然サウンド違うんですよ。なぜ違うかというとですね、サスティーンですね。例えばですね、1本のギターだと何かを鳴らして何かを鳴らすと、強振するか不強かどちらかで、サスティーンが伸びたり止まったりするんですね。はい。まあ、大抵止まる方向に行きますよね。同じ音じゃないんで。伸びる方向ではなく、違う音を鳴らすわけなんで、ちょっと喧嘩しますね。それでサスティーンが止まります。しかもこれは、平均率で作られてるんで、和音としてはちょっと不十分な和音なんで、サスティーンが止まるんですよね。そういう風に他の弦との絡みがあるんですが、こっちと演奏した場合、互いに単独で鳴ってるんで、サスティーンがずっと続くんですね。本来のサスティーンになるというか、強振や不強振によって、サスティーンがこう止まったりとか、そういうことがなくなるんで、作ってみてびっくりしたんですよね。あれ、こうなるんかと。サウンドが聞いたことないサウンドっていうか、まあ音は一緒なんですけど、音のなんていうんですか、伸び具合、バランスが全然ダブルネックじゃないものとダブルネックと全然違うっていうことが分かりました。だから
チューニングはもともとね、違うチューニングでやりたいっていうのももちろんあったんですが、たとえ同じチューニングにしたとしても、使い方によっては全然違うサウンドの楽曲を作れるっていうことを僕はちょっと学びましたね。テクニカルなことよりもサスティーン重視なんで、和音サウンド重視なんで、なんていうんですかね、もっと叙情的な、なんていうかな、ゆっくりなプレイの方が合うっていうことが分かりましたね。そんななんかバーって、これもありなんですけど、見た目的にはね面白いと思うんですけど、意外とゆっくりなサウンド重視の音楽に合うんじゃないかなと思いましたし、うん、ソロギターとかね、ドローンみたいにずっとサウンドが伸びてくれるんでね。3.36 キロですね。全部パーツがついて、全然ありじゃないですか、このぐらいの重さだったら。ダブルネックでこれはめちゃくちゃ軽いと思いますね。どうやってライブ会場までこれ持ち運んだらいいんだっていう問題あるじゃないですか。ケースどうしようっていう話あるじゃないですか。この幅ですよ、問題は。これちょうどいいケースあったんですよ、これ。わかりますか？おっと。あとね、ダブルネックギターの注意点なんですが、これギタリストの目線なんですね。わかります？下のギターがものすごく見えないってことなんですよ。そんな感じでですね、このようにね、下の弦を普通のギターの高さに持ってきて弾きやすくするとですね、上の弦がものすごく高い位置、まあ言えばあのバタヤンっていうか田畑芳雄さんのような状態になるわけなんですね。はい、そうなってくるですとね、老眼持ってる人だったらこう近すぎてぼやけるっていうのがありますし、ギタリストの目線だとね、これが近くにあるから、下のネックが見えないっていうのがあります。わかりますかね？近いところに物があると、なんていうんですか、こうやらな見え。だからもうね、ネックを見ないと弾けない人にはダブルネックギターっていうのはかなりきついですね。こうやって弾くか、うん、僕はですね、いつも立体的に構えるギタリストなんで、いつもだいたいネックの裏を見ながら演奏する状態になるんですね。こういう感じ、自分からの視点はネックの裏を見てる感じになるんで、まあ間違えずに弾こうと思った時は前を見ますけど、まあ自然なスタイルになると裏側を見てる感じですね。で、まあ僕的にはダブルネックでもそれほど問題にはないんですけれども、ネックを
指板を見ないと演奏できない方とか、老眼を持ってる方には、デメリットが、そんなデメリットがあります。見えにくいっていう、近いっていうね。はい、なので田畑芳雄さん、バタヤンはね老眼じゃなかったんじゃないかな。老眼だったら見えなくなるんで、もっと下げないとね、こうしないと見えなくなるんで、はい、そんなどうでもいい考察でしたが、はい、そんな感じになりますね。という感じで、ダブルネックに、ギターをね、関する説明でした。何かね、皆さんのヒントにお役に立てればいいかなと思います、はい、かなりマニアックですが面白いと思いますよ、ダブルネックギター。はい、はい、それではまたお会いしましょう。Thank you.